おごめーん、大分の高っち親方です。今回はアイドルハロープロジェクトの話題です。この2021年、ハロープロジェクト新しい動きが始まっています。実は年内に新しいグループを作るという話がもう出ております。実際にもう企画が進んでおりまして、3月の時点で研修生が4名も確定しております。で、今回さらにですね、もう4名ですね、4人ですね、研修生からいわゆる昇格、ね、加入ということが決まりましたので、今回はですね、その新しく加入することが決まった4名を、のプロフィールを簡単にご紹介いたします。大変申し訳ないんですが、私もですね、実はあまり研修生詳しくなくて、逆にこれからですね、こう勉強していくという状況でございますので、プロフィール紹介本当簡単な感じ、公式サイトに載っとった感じになりますが、一緒にですね、研修生のことを学んで楽しんでいただければという思いでございますので、どうかですね、この今からもう本当注目されるですね、このアイドルグループですね、一緒に応援していこうというつもりでご紹介いたします。どうかお付き合いのほどよろしくお願いいたします。まずはじめにですね、追加された4名の皆さんを簡単にご紹介いたします。1人目が中山夏目ちゃん、2人目広本瑠璃ちゃん、3番目西崎美久ちゃん、4番目北原桃ちゃんです。それではですね、各自のですねプロフィールを簡単にご紹介いたします。1人目が中山夏目ちゃんです。彼女ですね、私も実は今この4名の中では一番馴染みがあって、こうね、注目しているメンバーです。見た目がですね、私の推しているモーニング娘。2-1 のチェル野中美希ちゃんにそっくりということと、これまた私好きなですね、元ジュースジュースリーダーね、失礼しましたですね、宮崎ゆかちゃんのですね、出身と同じ出身石川県ということでまた注目しています。2005年の7月20日生まれということで、間もなく16歳なんですが、あれ意外と若いんだなと、夏目ちゃん本当大人っぽいなという風な感じを持っています。でですね、そしてファッション雑誌を読むこととぼーっとすることが趣味というところですね。あと好きなスポーツプロレスなんですね。新体操結構タフなところかなと。そして夢は逃げない、逃げるのはいつも自分だっていうね、この座右の銘もいいですね。これなんか誰かも同じ、工藤夢ちゃんだったかわかんないですけどね。すごいしっかりとしたですね、座右、インパクトのある座右の銘ですね。ね、ハロープロジェクトに加入して今4年経ったというところですね。中山夏目ちゃんです。続きまして、広本瑠璃ちゃんです。広本瑠璃ちゃん、実は名前は知ってるんですが、実はちょっと名前と顔が一致しなくて申し訳ないんですね。今回ちょっと覚えますけれども、この大人っぽい感じですよね。2003年6月18日生まれということで、18歳に、ね、なられた高校3年生ですね。広島県出身、この後出てきますが、西崎美久ちゃんがね、岡山県出身ということで、こう中国地方からですね、またハロメンが出てくるというのは本当、この西日本に住んでるね、私としては本当に嬉しいですね。あとは九州がね、出ればいいというところなんですが、私と同じ B 型というところもね、興味そそりますね。いろいろですね、こうヘアメイク、ダンス、アクロバット、バトントワリングとは結構ね、活発な子なんだなという、イメージを今持ってます。好きなスポーツ野球、広島カープかな、阪神も応援してないんじゃないですけれども、加入して2年ぐらいなんですね、広本瑠璃ちゃん。今年のですね、実力診断テストでは上野真理子歌唱賞で、ね、取ったということで、ね、大人っぽさがあるどんねん返しね、難しい曲にね、よく頑張ったなというふうに思っております。続きまして、西崎美久ちゃんですね。彼女は岡山県出身ということで、多分岡山県では初のですね、ハロウィンではないかというふうに言われてます。ちょっと間違えてたらごめんなさい。2006年4月17ってもう私大学入ってましたね。もうあの時生まれた子が本当もうね、結構ね、年15歳ですよね。結構若いですね、そうやって見ると。西崎美久ちゃんもこのですね、大人っぽさがあるというか、その研修生の実力診断テストでは正直なんか賞を取ったことはないみたいなんですけれども、けどポテンシャルはかなりすごいということでですね、一個ね、好きな音楽ジャンルにボーカロイドとね、いうのはだったり、これまた今時だなと思います。
私の中で初音ミクかね、京ネリンとかそこら辺しか出てこないんですが、ですね、感謝の気持ちをっていうところがね、また素直でいいですね。ちょっと先ほどのですね、広本瑠璃ちゃんと同じですかね、2年前にね、加入されたということで、本当大人っぽさというか、これね、彼女ちょっと私注目してみようかなというふうに今考えています。4番目が北原桃ちゃんですね。最年少なんですが15歳ですね。やっぱりまだ若いですね。東京都ご出身ということで、彼女はですね、私名前と顔が一致するというか、本当細くてスタイルが良くて、個人的にビヨンズの前田心ちゃんとこう似てる、なんかそんな系統かなというふうに思っています。いつも太陽の方を向いてて、座右の銘も可愛いですしね、桃のグッズ集めということでね、清野桃姫ちゃんとね、とか笠原桃奈ちゃんとの交流もまたあればいいなと勝手にね、素人が思ってますけれども、今回だとですね、実力診断テストでは誠さんからですね、元気にしてくれましたでしょうというところで、ブギートレインミキティとね、歌われたということで、ね、このスタイル抜群な彼女ね、これまた注目でございます。ということでですね、新グループはですね、この他にもですね、3月時点で発表されました4人ですね、米村キララちゃんですね、石栗かなみちゃん、久保田奈々美ちゃん、斉藤まどかちゃんの4人と今回の4人で、さらに7月20日以降にですね、一般オーディションもあるということで、さらにこうメンバーが加わる予定でございます。8人でも結構ね、多いところですが、さらにこう一般が入ってくると、こうビヨンズみたいにですね、大所帯でね、研修生と、ね、一般の方がいて、こうね、相乗効果があって、これ面白いグループになるといいなというふうに私はもう願っております。私はね、受けませんけれども。ね、ということでですね、今年年内にですね、グループの方向性とかですね、活動もね、こう少しずつ始まるということで、ぜひですね、新しくできる風を、これをね、また応援してまいりましょう。そしてですね、ハロプロ研修生というのがね、これからどうなっていくかというところも楽しみですし、今度7月7日、もう、こう翌日明日なんですけれども、今度、ジュースジュースと、椿ファクトリーの、新メンバーの発表もございます。オーディションを行ってましたし、もしかしたら、研修生からも昇格がいくつかあるかなというね、見通しですけれども、ね、ハロプロが本当、新しいこの立場ですという風をね、迎えてますかなと思うもですね、26歳、ね、25歳、定年説破って、本当にこれ面白くなってきましたので、ぜひですね、これからも一緒にハロプロについてね、学んで交流してまいりましょう。ということで、最後までお付き合いいただきありがとうございました。よろしければね、いいねボタン、高評価いただけると本当励みになります。で、またですね、チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。ハロプロの話題ですね、今回のようにこうメンバー紹介とかね、を中心にやっていこうと思いますし、今後はですね、8月の私、ハロコン、福岡行く予定ですし、さらにグッズとかもね、ちょっと今注文してるのがあって、それと続いてはグッズ紹介なども、ちょっとちらっと考えています。引き続きどうかハロプロ、ね、交流よろしくお願いいたします。最後までありがとうございました。今日も推しのために働く。